ミミ、よいしょ、はあ、よいしょ。はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、まあ以前から、まあ、視聴者様からね、まあ、大食いの普段の家の生活ってどうなってんのっていうコメントをね、まあいろいろいただきまして、もう朝からめっちゃ食ってんじゃねえかみたいな、そんなね疑問の声を多数いただいていたので、今日の動画はですね、久々のまあ休日というか、まあね、もちろん撮影してるからね休日ではなくなったんですけどまあモーニングルーティーンみたいな感じでね、休日の一日の流れを撮っていこうと思います。とりあえずマジでね、もう寝起きなんすよ。もう20分前ぐらいに起きた感じ。もうめっちゃ眠いんすけど、まあとりあえず歯磨いていきましょう。よいしょよいしょ。ああ。今さ、髪伸ばし始めたんですけど、久々に寝癖ね、直面するとめんどくさいねまた坊主にしよっかな。よいしょ。えい、えい、えい、おはよう。えい、ー、よいよ。やめろ、痛い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 よ。おはよう、おはよう。よいしょ。でーだ。まあね、休日は朝から飲みたいんですけど、今回ね、ちょっとね、その朝から飲む、まあね、普段もそうなんだけど、お酒を飲む際にね、まあ習慣として、もうめちゃめちゃいいサプリをもらったんで、今日はね、これを飲んでいくんですけど、今回いただいたのがね、こちらなんですけど、僕はね、めちゃめちゃ酒飲むんですよ。酒が強いわけじゃないんだけど、好きでね。で、やっぱり飲みすぎると、結構ね、翌日とかしんどいなーっていう日があるんですけど、これね、ちょっと前に試したんですけど、これ飲むとね、結構ね、すっきりするんですよ。だいたい3粒から6粒ぐらい。まあ、今日はね、ただのお休みなんで、そんなバコバコ飲まないんで、3粒だけね、いただきます。うん。まあ口飲んでもね、全然残んないし、苦味とかもないんでね、めちゃめちゃ飲みやすい。これでね、飲めるんだったら最高だよね。とりあえずおやすみなんで。普段はね、僕朝飯って結構食わないことが多いんですよね。まあ撮影もお昼からってこともあって、まあ、いっぱいね食べるんで、結構朝食べないんですけど、さすがに今日はね、まあ、僕のチャンネルの動画撮影してるので、これでね終わりってわけにはいかないなと。ということで本日はね、まあ、このお酒に合うおつまみをね、まあ、通販で注文しました。僕ね激辛が大好きなんですよ。いろいろ調べたらなんかね激辛の通販みたいなのいっぱいあったんで、今回はねそれを何種類か購入いたしました。まあ、それをねちょっと作ってって、お酒と合わせて食べて飲んでいきましょう。ということで、こういったね、まあ、冷凍の品が、1、2、3、4、5、6、7、8個。全部ね、激辛らしいんで、ちょっとね、ささっと作っていきましょう。まあ、ここら辺はね、さーっと流しますわ。実はね、しびれっちゅうのかな、ホワジャオとかっていうのがね、あんまりね、得意ではないんですよね。そこが、ちょっと心配かな大丈夫かなってところはある。ちょっとこのメニューがさ、めっちゃ気になってたんですよ。なんだっけ、スパイス担々麺パイ包み。これ麺が入ってるらしいんですよ。担々麺とか、こう混ぜそばで有名なほうき星さんっていうお店が、ラーメン屋さんね、あるんですけど、そのラーメン屋さんが提供しているこのパイのね、包み焼きらしくて、この中にね、麺が入ってるらしいんですよ。僕はね、一番ちょっと楽しみにしております。この前さ、ツイッターでも書いたんですけど、僕なかなかね、こういう個性的というか、もうあんまりね、協調性がないというか、好きな感じでね、まあ生きてきた感じなんで、あんまりね、こう趣味とかもさ、人に合わせてってなかったんですよ。なかったんだけど、人生でね、まあ唯一初めて同調圧力に負けたのが、娘のね、お母さんと一緒を見るっていう、ね。もう最近はめちゃめちゃ見てますよ、お母さんと一緒。まあ今日はね、まあいわゆるプロモーションを含む案件撮影ではございますが、お酒飲みながら
美味しいもん食べて釣りをする、最高っすね、最高。普段はね、なかなかこんなことないので、こういう撮影できるのはね、ほんとありがたいですね。ということで、今ね、この辺りの料理すべて完成いたしましたので、向こうの部屋に持って行って、お酒とね、一緒に楽しみたいと思います。はい、ということで、こんな感じでね、料理完成いたしました。もうね、めちゃめちゃうまそうな匂いがしているので、もう早速ね、食べていきましょう。それでは、いただきます。ひとまず、黒。つけさせていただきます。よいしょ。これね、餃子が僕気になってて、この餃子っすね、一品目こちらの餃子でございます。肉味噌みたいなひき肉が乗ってるんですよ。あ、しびれが来るわ。はあ、ちょっといただきます。ビールと合うねーこれ。うん、辛みってよりかはもうがぜんしびれだね。続いてこちらのトッポギをいただきます。うん、甘辛でうまい。全然ね、激辛ってよりかはもううま辛って感じですね。止まんなくなるわ。うん。そしたら続いてね、こちらのヤンニョムチキンですね。これヤンニョムはさ、絶対うまいじゃん。鉄板じゃん、これは。これうまいな。でももうね、3品目になってくると何が辛いのかよくわかんない。辛いかわかんないけど、とりあえずね、汗がね、止まんないっす。うまっ。うん。じゃあ最後これ。ちょっと楽しみに取っておいた、ほうき星さんのパイですね。絶対うまいよね。あ、うまい。あ、うまっ。あ、でも辛い。もう辛み強いけど、あのね、香草というか、そういったね、香りがね、強いんで、爽やかですね。うん。パイと麺の破壊力すごいわ。見えるかな、これ。汗がね、すごいわ。すごい。なんだかんだやっぱりこのビールとか、アルコールって夏が一番うまいよな。暑い時期にこうカッといくのが一番うまいっすよね。まだ編集もしてないし、自分で言うのもあれっすけど、僕の動画史上一番ビールうまそうっすよね。一番うまい気がする。うん、ちょっとね、あのビール開いちゃったんで、おかわり持ってきます。今日の撮影いいな。いやー、いいねー、こういうの。今日の撮影めっちゃ幸せだわ。いやー、あー、うめえ。なんでこんな辛いものとビールって合うんだろう。止まんないんだよね。うん、うん、これが最後の料理でございますね。うん、ま
ジでこのパイって、パイ生地にね、包んだら何でもうまくなりません？基本うまくなるよね。うん。そしたら、こちらがね、最後の一口でございます。うまかった、マジで。ごちそうさまでした。ということで、本日の動画はね、休日の一日ということで、好きなお酒を飲んで、好きな料理を食べての動画でございました。で、今回お酒を飲むにあたってね、使用させていただきました。こちらの金のしじみウコン肝臓エキスのサプリですね。こちらのサプリは健康な豚のレバーを使用した肝臓水解物をはじめ国産のしじみエキス、さらにはクルクミンや亜鉛、オルニチン等、日々の健康維持にぴったりな成分が入っております。ぜひね、この動画が気になった方は、僕の動画を見た方専用の割引コードが概要欄の方に記載がございますので、ぜひそちらの方からね、販売ページ飛んで購入してみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。